これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4の1、広島相手陣23ヤードからセカンダウン5。パス不成功。クォーターバック3番スプリントアウトからのパス、ターゲット89番、しかしこれはカバーしており、パス不成功。サードに変わります。プレーナンバー4の2、広島サーダン5、ボールオン相手陣23ヤード。中央へのランプレー、キャリア29番、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー4の3、広島、ファーストダウン10、ボールオン相手陣15ヤード。ここでボールをファンブル。クォーターバック3番ハンドオフオプションから自らキープ、しかしここでボールをファンブルし、抑えたのはトライスターズ、したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー4の4、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣1ヤード。ここでホイッスル。トライスターズ、後半2回目のタイムアウトを取りました。トライスターズ後半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の4、
トレッサーズ自陣1ヤードからファーストダウン点。クォーターバックスニーク、ゲインは約1ヤード。プレーナンバー4-5、トレッサーズ自陣2ヤードからセカンドダウン9。中央へのランプレー、キャリア21番、ゲインは約2ヤード。プレーナンバー4-6、トレッサーズ自陣4ヤードからサーダウン7。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。残り距離半分のバッターを受け、サーダウンやり直しとなります。プレーナンバー4-7、トレッサーズ自陣2ヤードからサーダウン9。中央へのランプレー、ゲインは約1ヤード。キャリア21番。プレーナンバー4-8、トライサーズ自陣3ヤードからフォースダウン8。パントフォーメーションを選択します。パンター78番、広島リターン。トライサーズ陣20ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー4-9、広島相手陣22ヤードからファーストダウン点。中央へのランプレー、ゲインは約2ヤード。キャリア29番。プレーナンバー4-10、広島相手陣20ヤードからセカンドダウン8。
ランディマック21はハンドオフから左オープン展開、約6ヤードゲイン。プレーナンバー4の11、広島相手陣13ヤードからサーダウン2。何枠21番オプションピッチを受け右オープン展開するもファーストダウンには至っておりません。フォースダウンとなります。ここでホイッスル。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー4の12、広島フォースダウン2、ボールオン相手陣13ヤード。プレーを選択します。ギャンブル。広島中央へのランプレー、しかしこれはトライスターズアジャスト、4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバープレーナンバー4の13、トライスターズ自陣16ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア21番、しかしこれはノーゲイン、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー4の14、トレスターズ自陣16ヤードからセカンドダウン10。オプションプレーでスロットバック2枚のピッチでしたが、このピッチが乱れ大きくロス。プレーナンバー4の15、トライスターズ自陣11ヤードからサーダウン15。
ナイスラン、ファーストラン。スロットワーク2番、モーションからピッチを受け左オープン展開。相手タックルの隙間をすり抜けるように大きくゲイン、ファーストラン。プレーナンバー4の16、トライスターズファーストダウン10、ボールオン自陣47ヤード。スロット枠に21番、オプションプレーのピッチを受けようとしましたが、QB のピッチが乱れ、大きくロス。プレーナンバー4の17、トライスターズ自陣42ヤードからセカンドダウン15。ナイスラン、ファーストラン。ショットバック2番、モーションからハンドオフを受け中央突破、大きく遠心、ファーストラン。プレーナンバー4の18、トライスターズファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。スロットバック21番、オプション、失礼、スロットバック33番、オプションプレーのピッチを受けましたが、これはアジャストされており、ゲインなし。プレーナンバー4の19、トライスターズ相手陣43ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック19番、ドロップバックからのパスを投じましたが、これはカバーされパス不成功です。プレーナンバー4の20、トライスターズ相手陣43ヤードからサードダウン10。ランニングバック33番、モーションからトスを受け右オープン展開、約5ヤードのゲイン、フォースダウンと変わります。広島、後半3回目のタイムアウトを取りました。
広島のタイムアウトを解けました。プレーナンバー4の21トライスターズフォースダウン7パントフォーメーションを選択。パンター78番、ボールオン相手陣39ヤード、このバントは広島陣20ヤード付近でアウトオブバウンズ、攻守交代です。プレーナンバー4の22、広島自陣27ヤードからファーストダウン10、試合時間残り27秒。ドロープレー、パスに見せかけたワンプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。キャリアは21番。オフェンスの反則です。ホールディング。相手選手を捕まえてしまいました。オフェンスは相手を捕まえてはいけません。10ヤードバッターし、ファーストダウンやり直しです。失礼、広島もう一つタイムアウトがありました。したがって最後のタイムアウトを先ほど取りました。広島3回目のタイムアウトを取りました。広島3回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー4の23、広島自陣17ヤードからファーストダウン20、試合時間残り21秒。パス不成功。クォーターバック3番、プレーアクションのパスを投じようとしましたが、これはトライスターズのチャージによりパス不成功、パス失敗です。さあセカンドダウンに変わります。プレーナンバー4の24、広島自陣17ヤードからセカンドダウン20、試合時間残り17秒。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック3番、プレッシャーをかいくぐってパスを投じましたが、このパスを取ったのはトライスターズ27番、したがって攻守交代、ターンオーバープレーナンバー4の25、トライスターズ相手陣14ヤードからファーストダウン10、試合時間残り6秒。
QB サーク、クォーターバック19番ドロップバックからのパスを投じようとしましたが、これは広島が QB サーク。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、広島ホークス2点、トライスターズ13点でトライスターズの勝利です。ご協力ありがとうございます。